今売上ベースでどれぐらいオーダー上がってますでしょうか。今は32万円というところで一応やったんですけど、インスタライブは、はい、でもここからまたお問い合わせをいただきました。あ、すごいですね。今回はですね、弊社受講生杉山さんが入学13日でインスタ集客から32万円のですね、売り上げを上げた秘訣ってテーマでね、お話をしていきたいなと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、現在お名前杉山あさみさんということで、ご活動内容をね、簡単に教えていただけますでしょうか。私はあげ妻メソッドっていうところで、夫婦関係パートナーシップの内容を6ヶ月間の継続講座を本命商品としてインスタから集客をしながら活動しております。ありがとうございます。弊社学科にご入学された決め手ってところもね、ちょっと聞いていきたいと思うんですが、もともと北野さんのご活躍はインスタで拝見していて、インスタ公式 LINE に登録をして、そこでインスタセミナーに行ってみて、その時はまだ入る入らないっていうところまでは意識なかったんですけど、インスタセミナーの内容にすごいなと思って、こんだけ比較しながら研究しながらデータも集めながら、そして分かりやすい形でアクションプランまで落としてくださってるので、ここなら成果をすぐに上げられそうだなと思って決めました。ありがとうございます。入学前と後の変化ってと聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況、特に困っていたところとインスタ集客とかであればちょっと教えていただきたいなと思うんですが、どんな状況でしたか。入学前はインスタグラムは運用はしていたんですけど、結構感覚でやっていたというか、なんとなくこんな感じかなっていう感じでやっていたので、ムラもありましたし、あまり確信が持てない状態でやってました。じゃあ本当にこれで合ってるのかっていうのがちょっと不安が残ったまま、モヤモヤした状態で運用を続けてしまっていた。そうですね、そこから入学後の変化ってとこで言うと、売上面的なところからちょっと教えていただきたいと思うんですが、入学後はどんな変化がありましたでしょうか。はい、最初のコンサルで具体的に毎日やるべきことを数値で教えてもらえたっていうのと、ライブだったりとか、あとはリールの作り方だったりとか、投稿ならこうするべきだみたいなのを明確に教えてくださったので、迷いなく行動のスピードも上がったなっていう感じがしています。あとプロフィールコンセプトとか一緒に作らせていただいたと思うんですが、コンセプトも変えていって、今入学してまだ2週間弱ぐらい、13日ぐらいだと思うんですけども、現時点で早速インスタグラムから問い合わせが入って、今売上ベースでどれぐらいオーダー上がってますでしょうか。今は32万円というところで、ネット広告とかそういう有料広告も一切かけず、インスタのみで集客されていらっしゃるっていう。はい、そうです。ありがとうございます。じゃあその具体的な秘訣っていうところで、杉山さんのインスタをこちらに表示しながら進めていけたらなというふうに思うんですが、今ね、私の画面の方で映ってるこちらがね、杉山さんのインスタアカウントで、コンセプトが上げ妻メソッドでいきましょうっていう形で、初回の講座の時に一緒に作らせていただいて、プロフィールコンセプトの文章、プレゼントタイトルが彼の収入を2倍にした5ステップマニュアルっていう形で発信をされているというところで、いろいろポイントとかはあると思うんですが、タイトルでその意識してるポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。デザインとかも初回のコンサルでこの感じでいきましょうとか、こういうところはいいですよっていう風に言ってもらったので、それはもうすぐに直して、今ね、杉山さんおっしゃっていただいた通り、うちの学科入学される前はご自身でこういう形で発信をされていて、統一感はね、ある程度ある状態ではあったんですけど、ちょっと背景と文字が同化して見づらいっていうところで、こういう白抜きの文字にしていただいて、文字の色は多くても最大3カラー以内でね、抑えていただいて、今こういう形で見やすくねされていらっしゃると。他にはいかがでしょうか。本社が最初にテンプレートを出してくださっていますよね。そのテンプレートを参考にしながら、お客の方に刺さりそうなワードっていうのを自分なりに研究しながら使っていったりとかしました。タイトルのテンプレであったりとかですね、訴求とかキャプションの内容とかですね、参考にされていらっしゃっていて、まあ、あとはストーリーとかでなんか意識してるポイントとかもあれば。ストーリーも一番最初にコンテンツサイトを教えていただいたので、その中にあるのを組みさせていただいて、ストーリーは何投稿ぐらいするといいとか、どういうのを上げていくと刺さるのかとか、ファン化につながるのかっていうのを一個一個実践していきました。ありがとうございます。実際に過去のハイライトとかもそうなんですけども、お客様のお声とかですね、自己紹介とか継続講座ブログっていうに、まあ、しっかりとねバランスよく自分の価値を多角的に伝えていくようなカテゴライズでまとめていらっしゃいますし、リールとかもこういう感じでやっていきましょうっていうのを初回コンサルの時結構打ち合わせさせていただいたと思うんですけども、再生回数もね比較的伸びてきて1774回とかですね、まあ、600回近く、これとか1800回再生回数伸びてきたりしてますので、リールとかで杉山さん意識してるポイントとかありますか。初回のコンサルでもだし、あとは一方でもこういうアプリを使ってこういう風に作りましょうとか、今回ここは良かったんですけどこうしたらもっといいですよっていう感じで、ただ作品を作るっていうんじゃなくて、集客につながるリールの作り方っていうのをこの都度細かく教えてくださって、すぐに反映できました。良かったです。早速ですね、こういうトーク系のねリールとかを発信されていらっしゃると思うんですけど、みんなテロップでやっている反面、人物実際に喋ってる動画の方がファン化ってどうしても早いんですよね。これからの時代、まあ、トーク系のリールがより一層メインに、ね、なってくるかなというふうには思います。あとこれ先日ですかね、ちょうど昨日インスタライブとかもね
された痕跡がありますけど、問い合わせつながった流れとかっていうのはライブを見てっていう感じですかね。今回の方はライブではなかったんですけど、昨日やったんですけどインスタライブは、はい、でもそこからまたお問い合わせをいただきました。あ、すごいですね。あ、今すでに今回ご制約されたお客様はインスタグラムから LINE 登録して制約だったんですけど、昨日のライブからもさらに1件問い合わせがいただいているというところで、今月もう少しねちょっと売り上げ大きくなるんじゃないかという見込みが、はい、ライブから問い合わせにもつながっているというところで、杉山さんもねインスタ始められたばかりで今1100フォロワーぐらいですけど、めっちゃフォロワー多いわけではないと、はい、昨日の同時接続視聴者数って何人ぐらいでした？最大で18名でした、ね、18人ぐらいですかね、うん、少なすぎず多すぎずって感じだと思うんですけど、それぐらいの視聴者数でも問い合わせに来るっていうところで、うん、ライブの中で意識したポイントとかですね、そういうのがあれば結構聞きたいという方多いと思うんで教えていただければと思うんですけど、うん、ライブも本社のテンプレートとか、あとコツみたいな教育動画を見させていただいた中で、自分のエンド商品をチラ見せするとか、アウトプットを促すような文句を入れるとか、そういうのを意識して項目で書いておいて、それを見ながらチェックリストのようにライブで使わせていただきました。台本作っといた方がスムーズに喋るし、台本逆に作ってないと喋ってる間にあれ何の話してなんだっけ、逆に焦ってしまうというねことがありますので、最後ですねセールスに関してもねちょっとお伺いしていきたいんですけども、今回ご制約されたお客様っていうのは、最後はインスタグラムから杉山さんの LINE 飛んで、 LINE から個別相談みたいな感じでご制約が決まったという感じでしょうか？体験セッションっていう名前ではあったんですけど、お金持ちスイッチ体験セッションっていうのに申し込んでくださって、具体的にはあなたの魅力開発のキーポイントを一緒に探りましょうみたいな内容のセッションから講座をチラ見せしてクロージングしていたっていう感じですね。ありがとうございます。結構この動画見てる方でも体験セッション個別相談で親身になりすぎるがゆえに売れないっていうね、こんだけノウハウをギブしているのに無料で、しかもでもなぜ売れないんだって結構悩んでる方すごい多くいらっしゃると思うんですけど、売れるようになった杉山さんから見た時に、個別相談体験セッションで一番意識すべき点って何だと思いますか？具体的なやり方よりも、その人が考えたい理想とか、その人が手にしたい未来っていうのを膨らませてあげて、うん、それがうちの講座ではこの部分でできそうですよっていうポイントを伝えてあげるっていうのが良かったなっていうふうに思っています、うん、結構体験セッションいくら有益なノウハウを言われたとしても、なんとなくわかるけど結局できないっていう状態で中途半端にお腹いっぱいになってしまうし、逆に商品の価値も伝わらないから、お互いにとって良くないっていうね、理想の未来しっかりとフォーカスして伝えられたっていうところが大きかった点ですかね。最後ですね、この動画見てる方で SNS 苦手だけど一歩踏み出していきたいとか、今年こそは SNS で集客を頑張って売り上げを上げてきたお客様に感謝されながら売り上げ上げてきた人たくさんいると思うんですけど、そういう方に向けて杉山さんから一言応援のメッセージをいただきたいと思うんですけども、具体的なステップがわからないとそこで悩んでしまって時間を浪費してしまって、その間にもいろいろ世の中は動いていくし、自分のやりたいこともぼやけてくると思うんですけど、でもその時にこうするんだよっていうステップで刻んでくれるっていう意味ですごく良かったなって思ってますので、わからないっていう人こそ来ていただけたらいいのかなって思います。こちらのね動画の概要欄の方でも杉山さんのインスタの URL と LINE 公式のリンク貼っておきますので、こちら見ていただくと杉山さんのインスタのストーリーだったりとか、あと LINE 公式の配信もねとても勉強になると思うので、こちらもぜひね登録してチェックして見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで杉山さんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今回も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。